視聴ありがとうございます。泡盛好きのずんだもんです。この動画が少しでもあなたのお役に立てば嬉しいです。ずんだもん、今日は何を教えてくれるの？今回は現在も泡盛作りを継続している歴史の長い泡盛蔵元トップ5を紹介するね。どこの蔵元さんが入っているんだろう、興味あるな。ゆるゆる泡盛チャンネル第1位。沖縄県沖縄市にある新里酒造さんなのだ。1846年創業で2022年現在で176年目の蔵元さんになるよ。すごいな。現存する沖縄最古の蔵元さんなのだ。工場はうるま市にあり、2006年に ISO 9001を取得されているよ。新里酒造さんは先代の社長さんが泡なし酵母泡盛101号酵母を発見されたことで有名。現在ではほとんどの蔵元さんがこの泡盛101号酵母を使用されているのだ。泡盛作りには製造過程で酵母を使用するのだけど、当時の泡盛の製造は原料米を蒸した後に入れた酵母が活発に活動してしまい、泡を立てて容器から溢れ出てくるため、作り手さんがつきっきりでかき混ぜたり仕込み量を減らしたりと管理が大変だったのだ。当時沖縄国税事務所の官邸官であった先代社長の新里秀一氏が研究の末、煩雑な泡の管理を必要とする酵母泡盛1号の中に60億分の1の割合で存在する泡なし酵母を分離することに成功されたよ。その後多くの酒造所がこの酵母を利用したことにより泡盛の生産性は飛躍的に向上し、業界に大きく貢献したよ。今ではほとんどの泡盛がこの酵母を利用して作られているのだ。新里酒造さんで作られている泡盛の銘柄には琉球、かりゆしなどがあるよ。人気シリーズの琉球はいろいろなラインナップがあり、泡盛好きの方に愛されている味わい。かりゆしは合名会社の時代に商標登録をされているよ。そして2020年4月にはウイスキー製造免許を取得されていて、ウイスキー新里は2020年12月に発売されているのだ。スコットランド産ウイスキーをベースにカシダル貯蔵の泡盛13年クースをブレンドしてあり、ウイスキーの持つ麦芽の風味に泡盛の繊細で柔らかな甘みが加わり、芳醇な香りなのが特徴とのこと。また2021年4月には自社蒸留したモルトウイスキーの記念すべき初蒸留原酒であるニューメイク新里をリリースされたよ。将来発売されるであろう新里酒造さんで蒸留貯蔵されたウイスキーを思うとロマンがあるね。ウイスキーも作っているんだ、飲んでみたいな。第2位。沖縄県那覇市にある瑞穂酒造さんなのだ。瑞穂酒造さんは1848年創業、2022年現在で174年目の蔵元さんになるよ。江戸時代からあるんだ、すごいね。琉球王朝時代には泡盛は貴重な酒として管理されていて、首里城下の3つの町である首里山下でのみ作られていたのだけど、瑞穂酒造さんは首里山下の一つである鳥堀町で創業した現存する首里最古の蔵元さんになるのだ。泡盛作り以外にもラムやジンなど独創的な商品を作られているよ。ラムやジンもあるんだ、ラベルも可愛いね。最近では日本酒作りの酒蔵さんが日本酒を作る際に醸造アルコールの代わりに泡盛を添加するという酒作りをされたのだけど、この日本酒作りに使用された泡盛が瑞穂酒造さんの小という泡盛になるのだ。日本酒は本数限定だったこともあり、残念ながらずんだもんは購入できなかったのだけど、また発売されたら今度は購入して飲んでみたいのだ。次も同列の第2位。沖縄県北谷町にある北谷町ロウ酒造工場さんになるのだ。1848年に首里の赤田町に玉那覇酒造として創業し、1910年に北谷町くわえに移転されたのだ。終戦後には米軍用地として強制接収されたのだけど、1940年代に現在の場所で創業を再開されたよ。2022年現在で174年目の蔵元さんになるのだ。従業員数6名という少人数で作るため年間の生産量が限られているのだ。大量生産はできないが、伝統製法にのっとり味がぶれないよう丁寧な酒造りを心がけているとのことなのだ。小さな蔵元さんなんだね。銘柄は一本松と茶炭長老。この銘柄名茶炭長老を社名に取り入れて
現在の北谷長老酒造工場に社名変更されたのだ。北谷長老ってすごい名前だね。昔の偉い人なの。沖縄出身の最初の名僧なのだ。昔、南洋商工禅寺という臨済宗妙心寺派の僧侶が出身地の北谷に戻り、病気や病害虫に悩む村人のために祈祷を行ってこれを除去するなど生き仏と崇められたよ。北谷長老という愛称で呼ばれ、亡くなられた後は北谷長老さんに葬られたのだ。毎年北谷長老祭が行われているよ。お坊さんなんだね。2020年と2022年にはビックリマン2000のキャラクターデザインを務めたイラストレーター江坂正美先生のデザインラベルの泡盛が発売されたよ。どちらの商品にもビックリマンシールが同封されているのだ。2020年は172周年記念限定パッケージの泡盛で北谷長老のデザインボトル。2022年は沖縄本土復帰50周年記念の沖縄ファミリーマートオリジナルラベル泡盛で一本松のデザインボトル。2020年発売の北谷長老のデザインボトルは沖縄屋さんのオンラインショップでまだ販売していたのだ。まだ購入できるんだね。ビックリマンシールが欲しいからナコも購入しようかな。第4位、沖縄県うるま市にある上村酒造さんなのだ。あ、ダンボールの倉本さんだ。上村酒造さんは1882年創業、2022年現在で140年目の倉本さんになるよ。創業時は那覇市で泡盛作りをされていたのだけど、1999年に今のうるま市に移転。澄んだ空気と緑豊かな中で泡盛作りをされているよ。毎年5月のゴールデンウィーク時期には沖縄で泡コンという泡盛懇親会を開催されていて、那覇市内から蔵元まで送迎バスが出ていたよ。蔵元に到着するまでの道中は上村酒造さんの泡盛を飲むことができたり、工場見学をしたりイベントがあったりと楽しかったのだ。とても懐かしいのだ。コロナ禍になってからは泡コンはオンラインでの開催になっているのだけど、早く沖縄で泡コンが開催されるようになってほしいのだ。全国の沖縄関連の祭事があるときは社長さん自ら全国に出向かれていて、蔵元おすすめの泡盛を説明されているよ。最近は YouTuber としても活躍されているのだ。作られている泡盛の銘柄には暖流、種類、そして夏と冬の名前を付けた銘柄の泡盛があるよ。暖流は樽仕込みの泡盛でハイボールで飲むと美味しいのだ。ダンボール。第5位、沖縄県糸満市にある正弘酒造さんなのだ。正弘酒造さんの創業は1883年、2022年現在で139年目の蔵元さんだよ。旧社名は株式会社東酒造なのだけど、2015年に今の正弘酒造に称号変更しているのだ。実は沖縄県内には同じ名前の酒造所で銘柄残波を作っている有限会社東酒造さんがあって、昔は呼び方がややこしかったのだけど、今は区別がつくようになったので楽になったのだ。そして正弘酒造さんで有名なのが正弘瓶踊り。社員さんたち全員が頭の上に泡盛の一升瓶を乗せた状態で踊ることができるのだ。頭の上に瓶を乗せるだけでも大変なのに踊ることができるんだね。すごいな。ずんだもんも見たことがあるのだけど、本当にすごいのだ。ネットでも正弘酒造瓶踊りで検索したら踊りの様子が出てくるけど、コロナ禍が落ち着いて沖縄に行くことがあったらぜひ直接見てほしいのだ。作られている泡盛の銘柄には正弘、島唄などがあるよ。正弘は先代の将校の名前を正弘と読み替えて商品化した泡盛になり、現在も地元で愛されているお酒になるのだ。島唄は沖縄県外のみで販売されている泡盛になるよ。コンビニやスーパーでこの泡盛を見かけた人もいると思うのだ。ずんだもんも昔よく飲んでいた泡盛になるのだ。ゆるゆる泡盛チャンネル、今回は歴史の長い泡盛蔵元トップ5を紹介したのだけど、いかがでしたか。どの蔵元さんも丁寧なお酒作りをされているのだ。泡盛以外にも飲んでみたいお酒があったな。あと瓶踊りもやってみたいな。このチャンネルでは泡盛のことを初心者にも分かりやすいように配信しています。これからもこういった有益な情報を上げていきますので、気に入ってもらえたら
グッドボタンとチャンネル登録もお願いしたいのだ。コメント欄にリクエストもお待ちしています。ではまたゆるゆると解説するのだ。最後まで見てくれてありがとうございました。最後まで見てくれてありがとうなのだ。